宿州市は、中華人民共和国安気象北端に位置する地球市。チャンス省、山東省、河南省との境界にある。黄河とワイガが形成する、高淳平原の南端にあたり、ワイガ流域から連部も倣市にかけてのワイ海経済区の一部をなす。中国の沿海部と内陸部、河北と河南の交流の要衝である。 安岐省の最北部に位置し、防府市、準北市、チャンスー省助州市、チャンスー省宿仙市、山東省沢市、河南省小級市に接する。木は海平原の中の東西 184.6km、南北 151.2km の範囲を占めている。総面積9787、京平方メートルの内平野は8890。 キロ平方メートル余りで全体の91%を占め、残りは若干の丘陵や大地がある。地域内には、新川、京河、川など70ほどの河川が流れるが、これらは、高河水系やワイガ水系に属している。宿出資の気候は、温帯半湿順気風気候で、四季ははっきりとし、日射量も十分である。年平均気温は14.3度。 無双期間は約200頭か、降水量は約880ミ、mm、リメートル。資源は豊富で、ワイガイ北の安岐省では石炭埋蔵量が最大。地域内は石炭資源があり、様々な種類の大理石は4000万メートルあると見られ、霊壁奇跡は中国次大奇跡の一つに数えられている。その他、鉄、金、銅などの金属資源、石灰石、 白雲石、地土などの非金属資源も豊富。宿州の歴史は、古く、七千から八千年前の石器時代、ここには、人類文明のかがり火が燃えていた。周朝の頃は、宿国があり、旗に剣が置かれた。旗、漢に、宿州はすでに、船社会、集む、九州通区の地と呼ばれていた。漢には、国に所属し、三国時代には、 義の四州の将軍に属した。随意には、黄河と愛賀を結ぶ運河、通災居が完成したことで、宿州は、河、愛河流域の交通の通用で、南北を結ぶ軍事の要衝となった。809年、唐により宿州が置かれる。罰市に、宿州の地所が置かれ、不利、二次林間の四県を管轄した。1912年に、宿州は、 宿県に改められる。1979年に宿州市が設置され、1992年に宿県が併合され、1998年12月6日に国務院は宿県地区を呼び、宿州市を統廃合し、地球市の宿州市とした。有名な戦い一しかつく、四県を管轄下に置く。この節の出典農業作物。 農村部では小麦、大豆、さつまいも、香りゃん、トウモロコシ、綿、油菜、ピーナッツ、食用キノコ、果物、野菜の栽培が盛んである。養殖、農村部では、牛、ホルスタイン、羊、豚、花菌の養殖が盛んである。漁業、養殖漁業、釣り漁業、網漁業、工業エネルギー産業及び、石炭の採掘、機械の製造、靴、 医療品の製造、防石、板材加工、食品加工。サービス業、クラウドコンピューティング。稽古線宿州駅駅舎宿州市内の路線バス宿州は、交通が便利で、稽古、廊下、鉄道、稽古、ジョラ覧高速鉄道や、連閣、京大高速道路が縦横に貫いており、国内の大都市と高速道路、高速鉄道で結ばれている。また、 宿州市中心部は、助州観音空港までは、約 100km の距離となっている。宿州の文化は多彩で、文化資源も豊富である。貧主県、慶向、流霊、主厚市、馬工豪などの人物を輩出している。また、流遊、流洋、蔡白石の祖先地でもある。現代では、流海居、首都徳郡、王子雲、小流市、梅雪本、 李白忍孫宿平、羅、東伊氏、在茂、劉、余劉、李日野江宿などが、宿州の出身である。他に、劉邦、光雨、李白、白、巨衣、祖職、パールエスバックなどにまつわる、歴史遺跡がある。有名な出身者第一、ノーベル文学賞を受賞したパールエスバックの、長編小説。中人民共和国行政区、遠隔行政区、 モーハット、中国民工局費暗記塾集民用机し、2018年2月6日閲覧、ありがとうございます。